はい、でも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おもちゃゲーム、ゾゾモチです。今回はですけども、昨日ね、生放送の特番であった、プロスペースとね、プロ野球対決、エキサイティングについてね、動画を撮りたいと思います。というわけでね、昨日の配信でね、契約書とか、あとはですね、特殊能力とかが決まって、あとはね、今まで登場してなかった球団の選手たちがね、決まったんで、今回はね、それを中心に動画を撮りたいと思うんですけども、まずなんですけどもね、エキサイティングの登場日の方はまだ確定してないんですけどもね、次の講師あたりでね、登場してくるんじゃないかなと思います。というわけで本編どうぞ。はい、ということでまずなんですけども、配布の契約書は A ラン契約書が1枚、 S ランク 10% 契約書が3枚、 S ランクのねエキサイティングプレイヤー契約書過去第1弾のが1枚ということで、今回ね、X ランクのエキサイティングプレイヤー、エキサイティングの選手はね、1枚契約書で手に入るんで、それはね大きいのかなと思います。ただね、無料充電に関しては、昨年からねなくなったんですけども、今年もねなくなる可能性が高いのかなと思います。その代わりにね、マンスリーかなで、1日1回ね無料ガチャみたいなやつあるんですけども、かなり渋いのかなと思います。正直ね、無料充電でねエキサイティングの選手がね正直出てほしいところなんですけども、こちらね、1日1回無料で、しかもこれ B ランクの可能性が高そうなんでね、ちょっと渋いのかなとは思います。ただ最低限 S ランク契約書のエキサイティングがね手に入るのは大きいのかなと思います。続いてね、特殊能力ですね。特殊能力がね、今年も熱気が確定しました。熱気はね、昨年からついた特殊能力で、かなり強い特殊能力でね、野手だったらパワーをチューアップかな、で同士だったらパワーを下げれるんで、本当にかなり強いね特殊能力なんで、それがね今年も維持してくれたのは本当に大きいのかなと思います。昨年はね、本当に恩恵を受けた選手が、たくさんいてね、坂倉選手とか藤井選手とかね、その他いっぱいいたんですけども、今年もね、その熱気がついてくれたことによって、通常のね、選手よりも全然エキサイティングの方が強いっていう選手がねかなり多いと思うんで、その辺はね、特に純正勢からしたら嬉しいのかなと思います。この後見ていくんですけども、やっぱ12球団勢からしたらね、正直にやっぱねガチオーダーには入ってこないなっていう選手がね、かなり多いんで、リーグだったら正しいベースかもしれませんけども、リアタイだとね、やっぱオーダーには入りにくい選手がね今回多いのかなとは思います。まずね、広島ですね。広島は床田選手と島内選手です。床田選手に関してはね、今年からね、今年のシリワンにね、また中継ぎ追加がされているんで、そこは大きくて、あとはね、マッスラも B ですし、球威もね上がったりしてるんで、そこは大きいかなと思います。特殊能力に関してもね、超大ピンチに、コントロールも強いんですけどもね、コントロールが熱気になったら、さらにまた強くなるのかなと思います。リーグ的にもね、9位も A 狙えるんで、そこも大きいかなと思います。床田選手、カープ純正からしたらやっぱリアタイレオンを取っておきたい選手ですけども、必須というわけでもないのかなとは思います。最低ね、通常でもいいと思うんですけども、リアタイだとかなり強いのかなと思います。あとは島内選手ね、島内選手はね正直プロスペースがちょっと厳しいかなと思います。特殊能力がかなり強くてね、パワー、中ダウンのね、超合速球とタイピン、あとこれにね、熱気がつけば相手のパワーを本当にかなり下げれるんで、それはね、大きいのかなと思います。スピリッツとね、特殊能力でご了承していけば、ワンチャンね抑えれるかなと思います。さらに純正とかだったらね、めちゃくちゃ能力下げれるんで、それはね大きいのかなとは思います。続いてね、ベイスターズですね。ベイスターズは牧選手と東選手です。まず牧選手ですね。牧選手に関してはね、ニートとパワーがデフォルト A に乗るんで、そこは大きいかなと思います。守備に関してもね、今季から補給が上がっていて46なんで、そこもね、最低限はあるのかなと思います。守備適性も悪くありませんしね、あとは特殊能力が、高額パワー比に熱気に変わるんで、パワーがねかなり上がるんで、それに関してはめちゃくちゃ大きいかなと思います。パワー比なんですけどもね、一応セカンドのアーチストってやっぱ少ないですし、セカンドってね、これ一強っていう選手がいないと思うんで、マック選手はねエキサイティングバージョンかなり入ってくるかなとは思います。高額打法も持ってますし、フォームもねこういうフォーム変わって打ちやすくなっているんで、マック選手はね個人的にも結構欲しいなっていう思う選手の一人かなと思います。累計でもね、1段2段どちらで出るか分かりませんけども、狙い目の選手なのかなとは思います。あとね、東選手ね、東選手に関してもね、もうちょっと本当に上げてもらってもいいって気がしたんですけど、能力、一応今シーズンから通信も C 乗っていて、スラカットもあるんでね、最低限抑えれるかなと思います。ただ下方向の変化球がね、チェンジアップと縦スラなんでね、これがフォークとかだったら全然前たんですけども、ちょっと厳しいかなと思います。特殊能力に関してもね、コントロールきれいに熱気がついた場合はね、通常よりはもちろん強いんですけども、純正勢向けのね
ピッチャーになってくるかなとは思います。まあ、今までずっとフォークは TS か TS でも登場してて、まあ、TS よりもね全然こっちの方が強いと思うんで、まあ取るならねエキサイティングかなと思います。続いてね中日ですね。中日は高橋選手と柳選手です。まず高橋選手ね、まあ、高橋選手もね最近こういうフォーム追加されたばっかりなんですけども、まあ、正直ね、まあ、リアタイで言うとやっぱ横ツーシームですし、まあ、ちょっと厳しいのかなと思います。まあ、ただね先ほどのね、まあ、島内選手と一緒で、まあ、調合速球持っていて、調合速球にね、まあ、熱気がつけばパワーが中ダウンなんで、そこに関してはね、まあ、大きいのかなとは思います。まあ、なんでね中日純正とかだったらパワーをね相手のパワーをかなり下げれると思うんで、まあ、それはね結構大きいのかなとは思います。まあ、あとはねデフォルトで9位 A 乗るのも、まあ、リーグ勢からしたらね、まあ、中日純正だったら入ってくるかなとは思います。まあ、続いて柳選手ね、まあ、柳選手まだ A ランクは登場してませんけども、なんで特殊能力もねまだ分かりませんけども、まあ、第2特能でねタイピンチとかもついてくるのかなと思います。もしかしたら、まあ、あとはですね球種はね、まあ、豊富なんですけども、まあ、リアタイではね、まあ、ちょっと使いにくいのかなとは思います。僕も持ってますけども、ちょっとねチェンジアップとかね、まあ、斜めチェンジアップですけども、やっぱりリアタイはねちょっときついのかなとは思います。続いてねオリックスですね。まあ、オリックス山下選手と宮城選手ですね。まあ、どちらも先発なんですけども、まず山下選手ね、まあ、山下選手はねパワーカーブ A 持ってるんですけどもね、最近はやっぱパワーカーブ慣れられてるんで、まあ、パワーカーブ持っててもねちょっと厳しいかなと思います。山下選手もね剛速球持ってるんで、熱気と剛速球でねパワーをだいぶ下げれるんですけども、まあそれでもねやっぱ先発適性しかありませんし、純粋的にもねオーダーにも入ってきづらいのかなとは思います。まあリアタイとかでね、まあオリックス純粋だったらギリギリ入ってくるかもしれませんけども、基本的には厳しいかなと思います。あと宮城選手ね、宮城選手に関してはね、まあリーグ的には9位と積極がね、あのデフォルトでオール A なのは、まあいいの、オール A っていうかどっちでも A なのは大きいかなと思います。まあ球種に関してもね、スライダー、斜めスライダーだったりとかね、あと高速スライダーも持ってますし、スプリットもあるんですけども、まあリアタイではねちょっと厳しいかなと思います。特殊能力に熱気がついたとしてもね、まあ、ちょっと12球団勢からはオーダーには入ってきづらいのかなとは思います。まあ、ただねやっぱ純正勢からしたらね、まあ、全然オーダーにギリギリ入ってくると思うんで、純正勢向けのね選手なのかなとは思います。はい、ということで、まあ、今回ですけどもね、まずエキサイティング未課金勢、未課金勢はね、まあ、正直そこまで引く価値じゃないのかなと思います。まあ、特殊能力がね熱気維持してくれたのは大きいんですけども、単純にね、まあ、選手がやっぱり野体的に強い選手がそこまでいないんで、まあ、これ引くならね、まあ、一郎選択肢もちょっと渋いですしね、まあ、ちょっと引く価値が最近ない気がするんでね、まあ、だからもうあの将棋法でね、まあ、エキサイティング引くっていう手もあると思うんですけども、まあ、迷いどころかなとは思います。まあ、あとガチャシステムに関してはね、30連目にね S ラン確定の、60連目にね10チーム S ラン確定でね登場してくるんじゃないかなとは思います。まあ、エキサイティングね、まだ登場日は多分分かんないんですけども、6日の日にね来ると思われるんで、まあ、その国に向けてね、エナジー貯めたりするのもね、ありかなとは思います。まあ、あとイベントとかもね、何来るか楽しみなのかなとは思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、ちょっと雑談になっちゃうんですけどもね、今週、金、土、日とエスコン行ってきてね、めちゃくちゃ楽しかったです。はい、横浜ファンめちゃくちゃいましたね。もうエスコンの半分くらいは、ね、横浜ファンでね、めちゃくちゃびっくりしました。やっぱ交流戦でね、あとエスコン出てきてから、エスコンね、作ってからは、初めてのね、交流戦の横浜戦だったんで、まあ、それもあったり、いろんなベイスターズさん来ててね、本当に良かったなと思います。めちゃくちゃね楽しい3試合でした。まああとはね、まあ、栄冠とかしまくったりしましたし、これからちょっと YouTube の方とか、あとバイトの方もね頑張っていこうかなと思います。それではおちち。